グーチョット打ち上げ、お疲れ様でした。はい、ということで打ち上げでございます。毎回この配信をやるかはわからないんですけれども、会議室でこんなドラマにしましたっていう話をして、本編、そして何か感想があったりとか、あとはあの何ですかね、まあ、前回分のお便りとかがあったらこの打ち上げで紹介していきたいなと思っております。今回あのパロディと AI 生成のドラマと2つとも配信しましたので、スペシャル版というかね、初回なのでこの打ち上げも配信していきたいと思います。まずはパロディですか。101回目のプロポーズですよ。フリーナーとか思ってるかもしれないですけども、実際のシーンはですね、カオルさん、お見合い相手の女性がそのボーナスの話を聞いて、いや本当はもうお断りしたいんですよ、お見合いを。だから無理難題をふっかけるために、その82万3492円細かく言ってたんです本当にね。それを全部突っ込んで競馬の馬券買ってくださいって振るんだけど、本当に買ってきちゃうよっていうシーンなんですね。まあ実際その競馬はダメだったんですけど、まあそういう男気みたいの見せてよっていうの半分、まあ無理難題言ってお断りする半分、半分じゃないな、お断りはほとんどだったと思いますけどね、あのドラマの流れ的にっていうシーンなんですけど、まあそれをああやって保険かけたら全然ドラマになんないよねっていう感じでやらせてもらったんですが、まあ、どうだったんでしょうね。まあ面白かったかどうかはちょっと人それぞれなんで分かんないですけども、まあ、あのシーン好きだったんですよね。パッ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 ケッつってね、結局当たらないで懐寒い電車で帰りますとか言うんだよね。まあ、あのシーン見ててもなんかなんでしょうかね、哀愁を感じるというねそんな感じでした。あと驚いたのが、皆さんどう思ったか分かんないですけども、まあ、星野さんっていう、あの101回目のプロポーズの、武田鉄矢さん演じる星野さんっていうサラリーマン、係長、万年係長って言われてるみたいな、うだつの上がらないサラリーマンみたいな役だったんですよ。それがですよ、82万っていうボーナス、どう思いました？ちょっと金額高くねって思いませんでした？いや僕はその見返したわけですよ。でそのドラマのワンシーンをまあパロディするっていうんで、まあ、どういう流れだったかなと思って確認したら、823,492円って、あれよく聞いてると細かく全部言ってるんですけど、いや全然うだつ上がらなくないよねって思っちゃった。82万ボーナスって結構いい金額じゃないですか。違うのかな、僕の感覚があれかな、ちょっとこう、低いのかな、バブリーな時代とかもあったのかもしれないですけど、全然うだつが上がらない感じはないなっていうのが、あの一番最初の印象はそれでしたけどね。ねえ、まあ、僕だったらその80何万を全部突っ込んでくれ、まあできないなっていうところからあの感じになったんですけどね、まあ、こういう感じのなんかドラマのね一部分、なんか普通にしたら面白くないよみたいのがあったら、ぜひ送ってください。そして AI 台本ですけれども、まあ、同じようなシチュエーションというかね、登場人物を同じような感じにしてどういう風になるのかなと思ってお願いしたのが今回のでした。でまあね、流れとか聞いてて思ったと思うんですけど、まあ、人間がね書ける人が書いたのと違ってやっぱちょっと不自然さはありましたよね。なんかその条件に向かって条件をクリアするための物語みたいな感じにはなってたかなと思うんですけど、どうだったでしょうか。あのね、まあ一応あれ編集とかしてんですけど、まあやりながらなんだこれって思いながらなんだこれって突っ込みながらねやってました。ちなみに、まあ、会議室でも言いましたけども、
うだつの上がらないサラリーマンとお見合い相手の女性の物語と。で、会議室では言ってなかったんですけど、まあ、ネタバレになるかなと思って言わなかったんですけども、条件の中に星野さんがボーナス82万3492円を手にしたことを知ったカオルさんが、星野さんに頼んだことは何ですかっていう形で指示を出してました。最初のこの指示でね、出てきた物語、ひどいって言い方していけないなあの、ね、ざっくりしすぎてて、実は会議室でもね、途中足しましたっていう話だけしたと思うんですけど、このボーナスを使って楽しいことをしようじゃないですかっていうね、一個だけ条件があって、楽しいことしましょうって星野さんが言う。で、カオルさんがいいですねって一緒に喜びましょうって言うっていうわけのわからない返しがあって、で、その後にその UFO キャッチャーで遊ぶみたいなシーンがあったと思うんですけども、ね、本編聞いてくれた方分かると思うんですが、あのシーンがごっそりなかったんですよ。カフェに行ったとこもなかったんですよ。で、一緒に喜びましょうの後が、しばらくあと2人が何か楽しいことをして笑い合う、この一言、この一行であのシーンが全部ごっそり終わって、で、お金も大事だけど大切なのは笑顔ですねみたいな最後のエンディングのシーンに行っちゃうんですよで、お金って大切だけど時間とか楽しいことするのもいいですねみたいな感じで終わっちゃうから、いや、これはさすがに物語にならないっていうんで、会議室で言ったように2人が楽しんでる部分の詳細を作ってほしいっていうのと、星野さんが最後大喜びしながらも哀愁が漂う感じにしてくださいっていう風にちょっと追加したんですね。そしたらあの本編のなんかね、哀愁って言葉を無理やり入れてる、変なエンディングになったっていうことですね物語としてはね、やっぱね、物語が頭に浮かぶ人からしたらすごい不自然で気持ち悪いって思ったかもしれないですけど、まあ、僕はそういうのはね、ゼロから書けない人なので、ここまでやってくれたらなんか最後だけね、うまく変えたり、全然変えてないんですけども、ね、うまく変えたりとかして自然な感じにできるような気がしました ね。そんな感じを感じませんでしたか、皆さんはどう思ったでしょうか。こんな感じで、作ってもらった台本を演じていこうと思っております。これ続くんでしょうかわかんないですけど、で、このね、条件っていうのを、まあ、送っていただきたいなと思ってます。で、今回はね、パロディと AI 台本両方やったので、そのパロディに合わせた感じのやつをそのまんま、条件で入れてみたんですけども、そうじゃなくてね、お便りでこんな条件どうですかっていうのを、例えばね、配役何がいいかな、例えば、いや、キウエと、舘ひろしの刑事ドラマですみたいなどうでも犯人との、やり取りとかそういうのを送ってもらえれば、それを打ってですね、で、最初はそれぐらいでいいと思うんですよ。ただね、曖昧すぎるとさっきみたいにざっくり間が抜けちゃうんで、まあ、そこは僕がちょっと追加して、何かエピソードが入るようにして、全体まとめて、まあ、まとめてって言っても今日みたいな感じですよを、そのまま演じて、配信していこうかなと思ってます、楽してるわけじゃないですよ、これ結構面白いと思う。で、効果音とかもね、一応探したりとかしてつけてますんで、その辺もね、楽しんでみていただければと思います。ちなみに、まあ、今回先ほども言いましたけども、うだつの上がらないサラリーマンの星野とそのお見合い相手の女性カオルさん、星野さんがボーナス82万3492円手にしたことを知ったカオルさんが星野さんに頼んだことは何ですか、星野さんが、喜ぶオチをつけて台本を作ってくださいという形で指示をしました。はい、まあ、ここまでじゃなくてもいいです、はい、間は埋めていこうと思いますので、もう配役とシチュエーションだけでもいいのでいただければいいなと思っております。またね、パロディの方もこのシーンいいなっていうのがあったらぜひお便りください。それを採用したいと思います。採用したらどうしようかな、この演じた音声をプレゼントいや、もう収録で流してるからいらないか何か考えてもいいかな、
で、ゆくゆくは何か考えましょうか。はい、そんな感じで楽しんでいきたいと思います。今回ドラマいかがだったでしょうか。毎回打ち上げするか分かんないですけども、こういう感想会もやっていきたいと思います。ドラマの感想もいただいたら、そのお便りをね、この打ち上げの場所で紹介するかもしれませんので、よかったら感想もお寄せください。それではもう疲れましたんで打ち上げしたいと思います。お疲れ様でした。